お疲れ様です。さあ闇のゲームの始まりだぜ。ジャンクスタイルです。そんな大それたもんじゃないんですけど、こちらね、先日のヤマダ電機さんのキャンペーンでいただけたスバルインプレッサ WRX ね、こちらをいただけるためには3000円分何かを買わなくちゃいけないんですよね。でこちら買ってきたんですけど、ベーシックカーで3000円っていうことなんですけど、ベーシックカーの定義がちょっと曖昧なんですよね。だからベーシックカーでもメインラインと単品販売があって、大体はそこを指すと思うんですけど、ただサイドラインもあるんですよね、ベーシックカーって。要はプレミアムだとかキャラクターカーアソート以外のやつって大抵ベーシックカーなんですよね。で店舗によってはサイドライン、要はプレミアムラインを混ぜてもいいよっていうところがあったり、もうガチガチにベーシックカーじゃないとダメだ、メインラインと単品販売じゃないとダメだっていう店舗があったらしいですね。聞いたところでは、なんだろう、店員さんがもういらっしゃってて、この中から選んでくださいっていう感じで指定されてたところもあるらしいんですけど、私が行った店舗はそんなことなかったですし、多分プレミアムなんかも入れても大丈夫だったと思うんですけど、一応ベーシック縛りで選んできてるんですけど、選んできたっつってもね、買ってきただけで自分が欲しいものっていうのはまあないわけですよ。ないわけですよ。そんなね、メインラインの発売からさ、2週間も経ってるからさ、ないから、まあ、適当につまんできたんですよ。だから1、2台は覚えてるけど、ほとんど大抵のものは覚えてないんで、覚えてないとかわからないんで、パパパって買ったからね。なので、今日はそちらを見ていこうと。闇鍋的な感じですね。一応袋から出したんですけど、全然見えてない状態ですね。まずはこれだ。ホットウェイラー。え、いつのだこれ。結構前のですよね。あ、開くんですよ。こんな感じでね。そう、だから、なんだろう。結構いろんな方の反応を見てたら、謎者が回避できたとか、そんな感じで言われてらっしゃる方が多いんですけど、実写がね、結構残ってたんでとか。ただね、こういう機会に謎者買わないとね、っていう感じで。これすごいよね。あ、見づらいか、こう、ラップみたいにしてあるからね。だから、もう懸念でカード、ま、曲がってるんですけど。これマット系の塗装だ。見えないよね、でも、こんな感じ。あ、いいっすね。こんな感じで本当にね、適当につまんでますからね。で、これ。裏缶クーペ。うわ、これもめっちゃ持ってるしな。あ、そう、その店単品販売が多分入ってなかったような気がするんですよね。これインターナショナルカードなんですけどね。これもそうそうね、何台も。いらないって言ったらあれですけど。ですよね。先々月かな?かなり買っちゃったんですよね。で、これ。あ、バットモービルの今年度版のやつですね。うん、これは何で貼ってもいいからね。多分、これは意識して買ったね。じゃないと手に取らないですよね。多分、今年のアソートとかやって、あ、今年ってか今月のアソートで、カゴひとまとめになってたんで、そこからパパッと取ったんだと思います。で、これ、え、何?あ、ツインミルだ。ツインミルも、まあね、1台買ってるんですけど、そう、何台もかなっていう感じ。まあ、今月のアソートですね、これも。なんですけど、まあ、開封してないからね、開封用にいいかな。うん、マジでこんな感じで、わかんないんですよ、買ったものがね。これ、あ、またバットモービル、同じものっすね。まあ、これ、無限回収してるんですけど、今月はちょっとね、予算の都合上、そんなに回収してなかったんで、これは、良かったね。ダブってるけどさ、まあ、いいのよ。でも、これね、グレーっぽいんすよね、結構、ボディカラー。黒だとね。で、これ。あ、これ、いつだ?一昨年くらいの、あれですね、ガスモンキーのコルベットですね。これ、ほら、ね、ちゃんとっていうか、なんだろう。ベーシックカーなんですよね。ベーシックカー。だから、これも、いいんですよ。だから、なんだろう。定義がわかんないからさ、マジで。書いてないしね。メインラインとか単品販売からお願いしますとか書いてないから、とりあえずこれ1台混ぜたけど、いけたっていうか、うん。プレミアム入れてもね、よかったと思うんですけど、まあこれなんだってもいいですからね。こういう機会に増やしておきましょうって感じですね。っていうか、一昨年のとか残ってるのに、今年のパルクロ、紫のやつ、
あれ全然ないからやっぱり今年の入荷数少なかったっすよね。でこれえチルミル、ほういつもと分かんない。クールバンとは違うんだ。あもうおっさんだねそんなこと言うと。あこれは持ってないっすね。私もあのなんだろう、最近でこそ謎シャも全部買うようになったけど、ちょっと前までね全部は買ってなかったんでね。あこれいいっすね、これ開けたいっすね。まあ、こういうのをね軽減される方もいらっしゃって、あのなんだろう、こういうの避けてね実写系で、まあ山田電機さんだと11台かな買われた方も多かったんじゃないですかね。これアルファロメオ 8C コンペンツオーネス、これも何代目だ。マジでこれ本当に適当に手に取ってますね。まああのボディカラー、あの私の好きな系の感じなんで、これ系ねいいんですけど、何台あってもいいけど、これほらあこれ単品販売じゃん。単品販売も入れてたのその店。いやあんまなかったと思うんですけどね。まあそう単品販売に入ってるんで、結構いろんなお店で未だに見かけると思うんですけど、キャスト自体好きなキャストだし、今年の色カラーボディカラーいい感じだし、でもこの辺塗装が全然乗ってないね。まあねいろんなことを言い訳しながら本当に適当につまんでんな。でこれえエアロポット、え何これ、これは持ってないぞ。ちょっと剥がしてみようか。えちょ待って、かっこいいぞこれ。わこんなのスルーしてたんだ私、いつのかわかんねえ。すっげえかっこいいよね。うん、あ X レーサーズなんだ。でもなんかあれだね、スケスケじゃないっすね。これはいいっすね。重い。そして重い、多分本当にあれだね。何度も言うけど適当に手に取ってんな。これかっこいいね。あ、今後集めようこれ。だからこういう出会いがあるんですよ。あの今までなんだろうスルーしてたものをまあ3000いかないとなっていう感じで、今回私適当に手に取ったんですけど、それによってね新たな出会いというか、あこんなかっこいいんだと思って、だから店頭で見てもスルーしてよく見ないパターンってあると思うんで、こうやって手に取ってみるとね、こっけーやーってなるんですよね。これなんだろう、まあ、あの批判するわけでも何でもないし、人の好みにもよると思うんですけど、まあ私も そういうところあるけど、謎者を軽減するじゃないですか。で謎者ばっかだったとか、謎者しか買えなかったみたいな感じで言われるんですけど、でも謎者避けるだったらホットイール集めなくてよくないって思うんですけど、どうなんでしょうね。実写ばっか欲しければね、なんか他のメーカーのミニカーもあるわけじゃないですか。謎者はなんか極端に毛嫌いする方っていらっしゃるじゃないですか。その辺がわかんないですよ。なんでわざわざホットウィールで集めてんだろうって思うんですけど、まあみんな実写がいいのはわかるけどね。で最後ですね、これあアストンマーチン V12 スピードスター、あって言ったけどさ、これ買ってなかったんですよ私。あの今月の単品販売に入ってるから、まあいつでも買えるやと思って買ってなかったんです。で今回買ってるっていうね。これはね意識して買った。これとこれは意識して買った。あとバットモビル1台はね意識して買ってますね。そうだから山田電機さんであの3000円分キャンペーンやるって分かってたから、今月のアソートで買ってないものって多いんですよね、特に単品販売に入ってるやつだけど、そのお店が単品販売これはあったけどね、ほとんど入ってないんで、結局買えてないものがたくさんあるっていうね。まあ来月買うか、まあ単品販売系はね、まあまあいつでも買えるかな。うん。か、まあアマゾンでね、ちょっと安くなってるんでね、買ってみようかなと思います。だから私の計画は全然ね、達成できてないんですけどね。やっぱ謎者系が多かったんですけど、どうしてもね、まあ適当に手に取ったらそうですよね。謎者が多く余ってるから。ただ、まあ皆さんのところどうでした？やっぱ、こういったメインラインとか、こういった単品販売のやつしかダメっていうところが多かったんですかね。まあその辺、よかったら教えてください。多分ね、もう、私、今年からね、店が変わったっていうか、店を変えてるんですけど、まあいつも行ってた店が玩具取り扱いなくなっちゃったんで、
で以前のところはねプレミアム混ぜても全然良かったですし、店員さんも分かんないと思うんですけどね。だからガチガチでね、あの冒頭申し上げたようにこの中から選んでねっていうお店もあったようなんで、ちょっとその辺バラバラだし、そもそもさこのキャンペーンって事前告知あった正式に、なんか噂でどんどん流れてきて、で結果お店に問い合わせたらあのやるよみたいな感じだったんで私も行ったんですけど、あとなんだリーク情報みたいな感じで出てたけどソースが分かんないからさ紹介のしようもなくて、私あのソース要はあの新製品でもう予約が始まってからとか画像が出てるよとかじゃないとこういった動画等々でねあのお知らせっていうか紹介しないんですけど、今回ね山田電機さんのキャンペーンあった何かあのソース分かんないまま当日臨んだんですけど、まあでもほら前日電話したら入るよっていうことだったんで行ったんですけど、結局ソースどこかあった、なんかその辺もなんか分かる方教えてください、ここで告知されてたよとか、だからいろんなパターンがあるんですよね、そのキャンペーンを開催する、まあ、店舗なり会社なりのツイッターだったりフェイスブックだったり、まあ、SNS ですよね。でホットウィール側の SNS フェイスブックが多いかな、で告知されたりとか、ホットウィールのたまにですけどね、たまにですけど、ま、ホットウィールのホームページというかマテンのホームページで告知するっていうパターンとあるんで、かなりねアンテナ張り巡らさないと無理なんですけど、アンテナ張り巡らせてたつもりだけど分かんなかったっすねまあ結果もらえたからいいけどね。だからまあ今後もねちょっとこういうことがあるんだったら、まあ、早めのね告知をしていただきたいのと、あとなんだろう、お店によって入り数が違った、だから私が行った店は4って言われて、まあ3だったかもしれないですけど4で結局4の倍数で入ってたみたいですね。なんであるお店は4ですよ、あるお店は8ですよっていう状態だったんで、私が以前まで行ってた店は多分8ずっと入ってたんじゃないかな、で1年ぐらい余ってたりしてたんですけど、なんかお店によっては入った数を教えないっていうお店もあったみたいなんで、その辺のね情報公開もちゃんとしてくんないとねいつ行っていいか分かんないからね、まあ早めに朝から行った方がいいかな。だからなんだろうな、本当山田電機さんのキャンペーンってずっと余ってるイメージがあったから、朝一こんな並んでまでっていう感覚がねなかったんで、ちょっと今後もめんどくせえなって思ってます。じゃあ今回はこんな感じですね、はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。かっけえなこれ、やっぱ集めよう。